そんなものお話の中だけ、現実は厳しいんだよ。恋愛は女の憧れ、そして現実にバカを見る。愛じゃお腹は膨れないのよ。さあさあお決めよ。退屈は楽しいものなのよ。もぐらさんはそうあの通りでしょ。でも見つけなさい素敵なところを、結婚してからロミオとジュリエット、悲しい愛の誓い結ばれたわ、そう永遠にね、お墓で幸せかい。サンベリーな考えてみて、あんたのためなのわかるでしょ。玉残しは女の幸せ。いい子だね、おめでとう。さあさあ決めたよ。もぐらと結婚